経済産業大臣を拝命いたしました直島正幸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。菅総理はですね、強い経済、強い財政、強い社会保障を一体的に実現することに、強い意欲を示しておられます。まあ、経済産業省としても持てる英知を振り絞って、全力を挙げて、この実現のために貢献してまいりたいと思っております。まあ、具体的に政策面で申し上げますと、まず成長戦略でありますが、先般、公表いたしました産業構造ビジョンも踏まえ、予定通り6月中に取りまとめられるようリーダーシップを発揮して実行段階に今後踏み出していきたいと思っています。それからエネルギーセキュリティと地球温暖化対策の両立を図るという観点からエネルギー環境政策を進めていきたい。さらに我が国が誇るこの分野の最先端技術を内外に展開することで経済成長のエンジンとしてまいりたいと思っています。またこうした観点から2月以来見直しを進めてきましたエネルギー基本計画について速やかな閣議決定を目指したいと考えております。現在の日本経済の状況はご承知のとおりに外需や政策効果により回復傾向にありますが、まだ厳しい企業や地域も多いというのは実情でございます。また円高の問題もございますので経済指標を注視しながら状況を判断をして必要な対策を講じてまいりたいと思っています。またその中で意欲のある中小企業が新たな展望を切り開いていくために基本理念や行動指針を示す中小企業憲章の議論を進めてまいりました。これも取りまとめができておりますので速やかな閣議決定を目指したいと思っております。次に APEC でございます。今年の我が国の対外政策の最重要課題だと思っております。先般6月5、6、APEC 貿易大臣会合を札幌で開催をいたしまして、議長として東アジアを含む APEC 地域の経済統合や成長戦略について議論をリードをさせていただきました。横浜の首脳会議が11月にございますが、この首脳会議における APEC 地域の発展についての共通目標を取りまとめにするために今後継続的にしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っています。また国を開くという観点から一層の貿易自由化や国内の制度改革を進め経済統合を推進してまいりたいと思います。FTA、APA や WTO のドーハラウンドの着実な進展に向け牽引役として貢献をしてまいりたいと思っています。また併せましてエネルギー資源の安定供給を確保するために引き続き資源外交を積極的に展開してまいりたいと思っています。当面私が取り組んでまいりたいと思っていますことは以上でございます。あとご質問があればお伺いしたいと思います。はい、どうぞ。内閣の今の会議はいはいはい、表彰を変えただけではないかと、大臣ご自身は。私は鳩山総理が大変大きな決断をされたというふうに思ってます。鳩山前総理の退陣表明の中にもございましたように、特に政治とカネの問題と普天間の問題で、国民の皆さんが私たちが行っている政策等について聞く耳を持っていただけなくなったと、こういうふうにおっしゃいました。そういう意味で今回その国民の皆さんにしっかり聞く耳を持っていただくという趣旨で鳩山総理が決断されたというふうに思っておりまして、このことをですね、私どももしっかりと受け止めて、まず国民の皆さんの信頼を回復をしていくと、
こういうところからしっかり内閣を挙げて取り組んでいく必要があるというふうに思っております。どうぞ。今、成長戦略、政府の成長戦略というのは大詰めの段階にありますけれども、一方で財政再建というのは大きな課題も抱えています。その2つを両立するには、どのようにしていけばいいか、大臣のお考えをお聞かせください。はい。成長戦略も財政再建もですね、やはり1年、2年の話ではなくて、割合長期を展望した大きな政策だというふうに思っています。したがいまして、今回成長戦略は2020年を目標にしておりますが、この成長戦略と財政再建のがですね、やはりいわば車の両輪のような形になって、双方を実現していくと、こういう方向で、まず基本的にですね、そういう方向で進めていくべきだというふうに思っています。過去ですね、過去のその財政再建の取り組みを見ますと、やはり景気がいいときに、財政再建に取り組むということで、歳出抑制をしたり増税をしたりして、逆に、景気が悪化したときに財政赤字が膨らんでしまったと。これは経済対策、景気対策を打つ必要があるということですね。で、そういうことの繰り返しがやはり90年代、それから2000年に入ってからもですね、行われてきたというふうに思ってまして、単に財政の収支をバランスさせるとか、そういう発想ではなくて、やはり経済全体をしっかり発展させながら、税収の拡大も合わせてですね、財政再建を取り組むと、こういう視点が必要だというふうに思っています。今度菅総理もですね、強い経済強い財政と、社会保障も合わせてですね、一体的にという趣旨で話をされていますのも、まさにこういった点を踏まえて発言をされているというふうに理解をいたしています。はい、じゃあ最後でお願いします。はい、どうぞ。先ほど読売新聞のことです。はい、先ほどですね、大臣も言われたんですけれども、政治と金の問題が政権の再建につながったわけですけれども、その政治と金のですね、問題をなくすために大臣は何が一番大切だと。さっきお話したように、政治と金の問題と、普天間というのが大きな理由だというふうに鳩山前総理自らおっしゃったわけです。で、そういう中で、鳩山総理や合わせて小沢幹事長も職を辞されたということは、ある面での一つのけじめだったというふうに思っています。従いまして、あとやはり、制度面も含めた、政治資金の問題についてですね、しっかり取り組んでいくということが、必要ではないかと思ってまして、この点は今後不断の努力をしていく必要があるというふうに思ってます。はい、直島大臣、どうもありがとうございました。はい、どうも。